ではお願いいたします。どうも皆さんこんにちは、えー、コロコニの佐藤です。よろしくお願いします。すごいですね、もう立ち見までびっちりですごく華やかな雰囲気で。ちなみにこう皆さんの中で、えー、起業されている方もしくはあの起業しようとしているもしくはこう起業に関心があるっていう方どのくらいいらっしゃいます？手を挙げてもらっていいですか？ あ結構いいらっしゃいますねあのこのタイトルにもありますように、えー、女性の起業を支えるサービスをこれからご紹介いたしますので、えー、今手を挙げてくださった方の、まあ、少しでもお役に立てたらもしくは今手が挙がらなかった方も今日話を聞いて少しでもこう起業に関心を持っていただけたらなと思っています。えっと、まずそもそもももなんですけれども えー「ワーク・ライフ・バランス」って言葉すごく今皆さん使われてますけどあの言葉ってちょっとおかしいいなって思いませんあの、えー、実際ライフとワークってそもそもこう天秤にのっけてバランスさせてこう考えるものじゃなくてワークっていう働くものって自分の人生の中で結局 自分でコントロールしてその働くことの位置づけを自分で考えていくっていうなのでもうライフの中にワークが入っているっていうイメージだと思うんですなんですが、えー、実際には産休育休開けて会社に戻ると、えー、時短労働で子供の迎えがあるんでちょっと早く帰らなきゃいけないっていうと職場の同僚にごめんなさいすいませんって言って頭を下げながら帰らなきゃいけない なんかそれって、えー、と結局自分で働くっていうことじゃなくてなんとなくやっぱ働かされているっていうなんとなくやっぱそんなイメージがあってがゆえにやっぱりその働くことと子育てとか自分のそのプライベートとかそういったところをバランスさせるようなそんなイメージなんじゃないかなと。えー、実は、えー、今ののワークラライフバランスの話とかって、えー 2年前にこの「ウーマンエキスポ」これが第1回やった時に登壇してくださった女性起用家の方々そういった方々のお話を聞いた中で出てきた考えでしてえっとそういった方たちがすごく活躍されて女性の起用家として前線で行ってるんですけどきっかけを聞いてみると今みたいななんかちょっとおかしい。 これって私じゃないみたいなそんなところからああだったら自分でやってみればいいんだっていうようなそういったきっかけで起業された方というのが非常に多くて、えー、起業っていうとすごく大げさに聞こえて事業計画を立ててその後上場を目指してで海外進出して大きくスケールしていってなんかそんな大げさな感じなんですけども一応に結構皆さん そんな大それたことは全然考えてなくて働き方ののの一つの形として起業っていうものを始めたんですそういった方が、えー、かなり多くてで、えー、実際にもうそういった方たちが、えー、と始めていくそんな中で、えー、実際皆さん一番何困ったんですかっていう話をするとまあなんていうんでしょう、ね、先ほどの中澤さんのように。 え文系だけどもバリバリ自分でえと IT のこととかも,うものづくりもやっちゃうという方ばかりではなくて大半の方がやっぱ IT っっていうのはすごくハードルになったとでも今の世の中実際何かやろうとするといろんなクラウドサービスであったりえもうそもそもアプリであったり何らかやっぱり事業を始めるっていうとどっかに IT が関わってきちゃう。そんな中でたたまたま えー、一昨年そう知り合った女性起業家の方は「まあ、旦那が SE だったんだよね」とか、まあ、弟が今フリーのエンジニアやってるんで、まあ、その辺でいろいろサポートしてもらったんでなんとか立ち上がったんだけれどもそもそもそういったことがなければ多分無理だったかもしれないとそういった話がかなり多くてでもじゃあそういうことでいくと旦那が SE だったりあの周りにそういった 相手、えー、で手伝ってもらえるそんな身内がいないとそもそも企業ってできないのっていうところから、まあ今回の、えー、コロサポっていう名前つけてますけれども、えー、CTO サービス、えー、IT 何でも相談サービスっていうのを立ち上げたというのがきっかけです。で、そもそもここにありますように、まあ先ほどのきっかけでいくと、そもそも出産育児があって、で今実際ももう家事育児で。 時間も散々取られてもうてんやわんやの中をやっとやりくりして時間見つけてるでそのやっと見つけた時間っていうのがそもそももともと IT 苦手なのにその IT のことのためにいろんなこと調べたりそこで立ち上げるために何必要なのかなそもそもアイデア試すことに専念したくて先ほどの 会社かかからら何かやらされるとかそういった外部からの話じゃなくて自分のやりたいことだから一生懸命頑張って時間も作るしそのことにパワーも費やせるそのことが苦手な面倒くさいことに費やされるってかかおかしいとでそもそも、えー、いろんなこと調べればわかるんだけれどももう皆さん結構言われてたのが。 IT のことの何が分かんないのかすら分かんないんだからっていうふうにもうちょっと切れられたりしてでこのことをちょっと解決したくて、えー、とこのサービスを始めたということになります。でここにあるように、えー、基本的にはそういった方たちが IT でいろんな会社に相談するとどうしても営業になっちゃって「うちのサービス使ってください」「うちで開発してあげますよ」 っっってていうななな売り込みの話になって常に相対する関係になっちゃうとだけどそもそも、えー、欲しいのは、えー、どちらかというとこう相対する関係ではなくてどちらかというと自分の側に立って一緒に考えてくれるパートナーそういったそのことを、えー、このサービスで実現できないかなというので、えー、もう立場に寄り添った IT 何でも相談という形で。 今実際にいろいろとこう使ってくださっている方も、えーまあ、こちらの社内の IT 環境や事業についてというふうに書いてあるように実際にえ何かを請負いでお願いするっていう形じゃなくてそもそもずっといろんな話をしているのでこれからどうしたらいいかそんなところがもともと自分のことをよく知ってくれている。 であの右にありますように、えっと、言われた通りのことをするだけじゃなくて依頼しした以上のことをやっててくれて嬉しいとそれも結局はあのそもそも IT のことで何かを頼みたいって言っても何を頼んでいいかわからないっていう中で毎回いろんな話を聞いてるんで先回りしてっていうとちょっと変ですけどあのこんなのありますよこういうふうにやったらあの授業うまくいきますよっていうようなそういった立場でいろんなアドバイスができるっていうのが 喜んでもらえているところかなとでここに書いてないんですけれども、えー、やっぱり何人かの方がやっぱり女で一つでこう起業して結構孤独なのよとそんな中でちょいちょい、えー、仕事の話だけじゃなくていろんな相談に乗ってもらえる、えー、とそんなところが実は魅力だったりしますなんていう裏話もいろいろお聞かせいただいてまあやろうとしていることが少しでも形になっているのかなっていうふうに思っています。 でえー、と最初のタイトルにもありましたように、えー、これを月額2万円でやってますで似たようなサービスを提供しているような外部 CTO サービスっていうのはやっぱり何社かあるんですけどみんな、えー、月額20万30万っていうような金額をつけていてアホかってあの20万30万払えるってそんな会社だったらそもそも人雇いますっていう。 でえっと、実際そんなにいっぱいフルで雇う必要がないけどちょこっとやっぱり相談に乗ってほしいっていうんで一応4時間という制限はつけているんですがまあここはちょっとフレキシブルにやっているのでオーバーバしたからあの追加で請求っていうのはまあ今まで一回もないでですねでもそもそも4時間って短いようでいて,なんて言うんでう最初の立ち上げで悩んでる時にじゃもうみんな Google アップスとか使ってるんだけどあれってどうなのって言ってそれってこういうもんですよ 面倒くさいからなんかもうちょっと設定とかしてほしいんだけどじゃあメールアドレス教えてもらえますかって言って使えるようになるの大体いい結局4時間でできることってもともとそういった知識がある人間で言ったら非常にシンプルにいけるのでまあそういったところでもかなり効率的に効果があるんじゃないかなと思ってます。で一番下のこれ大事なんですけど あの本当に信頼できるパートナーかっていうのはあの実際人となりを見なければいけないんで、まあ、ここははヶ月は顔合わせ的に無料でやっています。で今言った、えー、IT 相談だけじゃなくてそういったつながったこういった機会も提供していますし、えー、実際まあここの会社外苑のところでは、えー、場所は赤坂なんですけれども、えー、と基本的には行かなくても 相談に乗れる今ツールはいっぱいあるので結構遠方の方が使ってくださったり、えー、今はえと海外の会社とかもこう相談が来ていたりしますで、えー、と実際私たちが支えるサービスをやっているんですがコロコニまだちっちゃい会社ですんで、えー、一社だけではなかなかできないところがあるんですけどやっぱり考えに非常に賛同してくれて、えー、とこれだけのパートナーの方たちが逆にコロコニを支えてくれています。 最後になるんですけれども、えー、今女性の活躍って安倍政権でもいろいろと、えー、プッシュしていてどん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 活躍活躍よって言われるんですけれどもなんとなくそういうことで煽られてバリバリ活躍するっていうよりもさっきみたいにちょっとしたこう制約だとか周りからやらされるとかそういった外圧っていうものが除かれてバリバリ活躍するっていうよりもどちらかというとやっぱり皆さんが。 のびのび活躍できるようなそんな助けになればなと思っています、えー、以上コロコニがやっている、えー、CTO サービスコロサポの紹介でしたどうもありがとうございました佐藤さんありがとうございました